野球とか本当に僕がすごいずっと好きだって分かっているので、まず僕が元気にプレーしているところを見てほしいっていうのと、三振を取って本当に颯爽とマウンドから帰ってくるところを見せたいなっていうふうに思います。野球自体はいつ頃から始められたんですか？お世話になってる人が野球、草野球をやってみないかって声かけてもらって、はい、19歳から草野球チームに入って、そこから野球を始めたっていう感じですね。じゃあそれまでは、まあ、野球自体はやってなくて、はい、その19歳から本格的にっていうか、そうですね、その誰かに教えてもらうとかもなく、そうですね、独学で始められたんですね、はい、ポジション的にはピッチャーということですよね。ピッチャーですね、はい、右投げですね。右投げですか。先ほど浜田さんがおっしゃった通り、僕ずっと独学でフォームとかもなんか YouTube で自分にこれ合うんじゃないかとか、はい、これをとりあえずやってみようみたいな、本当に結構見よう見まねで始めるところが多くて、はい、結果的にそのフォームの本質も理解できてないし、そもそもフォーム自体固まってなかったりとかするんで、はい、結構手投げになってしまったりとか、下半身の使い方っていうのはあんまりちょっとうまくできてなくて、はい、結果的に手投げになってしまって肩を怪我するっていうのが多くて、良かった時のフォームがあって、はい、そのもっともっとそのレベル上がりたいとか、もっとよくいいピッチングしたいと思ってフォームを変えたりとか試行錯誤してたら、はい、悪くなったりとか怪我してしまって、はい、元に戻そうと思っても、はい、そのフォームが分かんなくなっちゃったりとかして、はい、なんでちょっと今回その自分に合うフォームとかっていうのをご指導いただければなっていうふうに。わかりました、はい、まあ、その人それぞれ投球フォーム、はい、体の使い方は違うと思うので、実際見てみながら、はい、考えて一緒にキャッチボールしていきましょう、はいはい、あでも独学ですごいですね、ここまで投げれるの。あと、まあ、体のラインより腕がこっちで出ちゃうので、それも遅れてきちゃうので、その点は気になるかなと思います。僕がキャッチボールをしてて気になったところは、はい、そのどうしても腕が遅れてくるんですよね、はい、どうしてもこっち側に腕が入ってしまって、体重移動して前に進むときに腕が出てこないので、その分負担がかかってるんじゃないかなと思います。どうしてもこっちに腕が入ってしまうと投げに行くまでに腕が遅れてくるじゃないですか、はい、でそうなると腕が肘が上がってこないので、ここら辺でリリースポイントができてしまって負担がかかるので、なるべくあんまこっちには入りすぎず、この体のこの正面の枠の中で投げるイメージで一回シャドウしてみてください。そうですね、もう一回お願いします。感覚としてはここで一回リズム取っちゃってるんですよ、はい、でそこで腕が上がってくる人はいいんですが、なかなか難しいので、そこから上げてくるのがなるべくそのここの体の前で投げるときもなんか見てるイメージだとこう来てここからこういくんで上がってこないんですよ、こういうふうに。あなるべくここの体の前、正面のこの前でさばいて投げるってところをイメージして、そうですね、さっきよりはいいです。もう一回お願いします。そっちの方がいいです。正面から見てる限りだと下半身の使い方ってのはそんなに悪くないんじゃないかなと思います。
どっか見てて気になる点とかあります？ここをこうどういう式でやってるんだろうなとか。壁ですね。壁ですか、はい、あ、なんか壁うまくできてる感覚があんまなくて。そうですね、どうしても開き気味になっちゃってると思うので、はい、まあ、もちろん腕がこっちに行って開くのが早いと絶対遅れるじゃないですか、まあ、そこの意識は、まあ、そのグローブで壁を作る、はい、一回シャトルしてみてください。そうですね、ここでこう行くじゃないですか、はい、ここで例えばここを支点にそこに手を持ってくる感覚。ああ、イメージだと肩が開きづらく、まあ、体の負担も少ない、はい、のとその体の中で投げるってことを意識した方がいいです、はい、体の中で全て動かす、こっちに出なかったりとか、はい、体のスペースの中で投げるイメージでシャトルをしてみてください。そうですね、まあ、ここまで入らなくていいんですけど、腕はここまでなるべく手首を立てて投げるときに、この手首立てた指先から相手のミットまで線をイメージするんですよ、はい、手首を立てて相手のミットまで線をイメージするイメージで投げると、その自分の中で体の操作がうまくいくことがありますね、はい、それあとなるべくここでこの間を大事にするっていうか、足を上げて投げに行くときにここの 間ですね、ここの間が薄いっていうか少ないピッチャーは、はい、まあ、タイミングも取りやすいですし、腕を上げる時間を作るイメージです、上に。あ、ここの間が少ない人ってまだ腕が上がりきってないのについちゃうんですよ、地面に。そこの間ができてるときに腕を上げてくる。あ、なるほど、はい、ここで上に上げる時間稼ぎですね。そうですね、でついてるときにはもう腕はここにあった方がいいんですよ。あ、でここから移動して腰を切るっていうイメージで。そうです、そうですね。ちょっと軸足が折れるの早いですね。なるべく軸足は踏ん張って残していった方がいいです。あ、そっちの方がいいです。もうちょっと体の中でやるイメージで、足残して踏ん張って体の中でさばくイメージ。そうですね、まず軸足で踏ん張ることと間を作るところからいきますか、はい、軸足踏ん張ってこの間を作ると軸足も残りやすいので、そうですね、間を作るところからいきますか。うん、あ、今いいです。うん、今のいいですね。あとはベタ足もやってみますか。足開いてこの体重移動を意識して投げるっていう。うん、肘の出方いいです。ああ、これがいいかもしれないですね、この練習が、はい、今のすごいいいです。うんうん、いいですね。それで一回普通に投げてみましょう、はい、大体そのイメージで。そうですね、さっきよりはスムーズになってます。
2回やって2球その投球フォームで投げるとかやってみてください。はい、あ、いいですね。で、投球フォームで、そうですね、もうここまではゼロですかね、力感。ああで、力入れるのは腕上がってきてここだけです。その時に手首立てて叩くってイメージで、ボールを。うん、すごくいいです。その足のつく位置はもともとですか？はい。結構ずっと開きっぱなしですか？そうですね。こっちから見てる感じだと肩の開きとアウトステップの開きが一緒なんですよ、はい。まあアウトステップするのはそんな悪くないんですけど、なるべく向かう方向だけは間違えないように、この体のさっき言った体の中で投げるっていうその力の方向だけは間違えないように投げるように意識してみてください。どうしても逃げやすいんですよね、アウトステップすると力が。ああ。そうですね、今のはいいと思います。うん、結構この肩を残すイメージを持つと、はい、開くの早くするんじゃなくてステップの位置もあんま意識しなくても、はい、おのずとその正面にはなってくるので、あんま足をどこにつこうと考えると投げれないです、はい。それよりも間を取って肩を残して投げるっていう方を意識した方がいいと思います、はい。それ一回僕投げてみていいですか？その多分やってることって言ったら足上げるじゃないですか、はい。で腕がここにあってこれじゃ開いてるんですよ、はい。で開いてまず悪い方いきますね、はい。こう投げてるんですよ。あ、なるほど。方向がこっちでこっちに、はい。これ僕向かってる方向ってどう見えます？外ですね。こっちですよね、はい。こっから こう投げてるんですよ。あ、なるほど。こっちに肩が開いて、はい。それだと力が逃げちゃうので、あともうこっちに行ってるってことはこう行くしかないんで、はい、体から離れてるんですよ、あ、この頭の位置からではなく足上げてこう行って向かってって投げた方がいい。そうですね、今のす、そうそうそう、今一番いいです。うん、うん、今ぐらい我慢できないといけないですね、はい。うん、だいぶいいですね。で、こうなってるじゃないですか、はい。あ、はい、わかります、はい。この左腕が下がって肘がこの遅れてきてる、はいはい。でリリースポイントが体の前で離せてないんですよ、はい。でこれが多分2回目なんですけど、でこれもうできてるじゃないですか、あ、はいはい。ケツから向かってって、はい。でしっかりこの壁ができて、はいはい、肩越しに見てるじゃないですか、はい。でこっからで着地した時に肘がこまで上がってるんで、はい、両足の使い方は良くなってると思うので、うん、全然違うですよね。そうですね、うん。
いいと思いますね、はい、初めよりは全然、はい、ありがとうございます。実際なんかあの話聞くよりも実際見て、うん、あこうなんだっていうイメージができてからできたので、やっぱり最終的なフォームが一番なんか自分の中でもしっくりきたし、なんかあれみたいな、なんかみたいなできてるみたいな、なんかそのいい感覚ができたので、だからその初め言った通り、はい、その人のを見て、はい、その我流で覚えたって言ってたじゃないですか、はい、実際それは間違いじゃないんです、はい、そうやって人のを見て真似るってことから、始めるのもいいと思うので、まあ、こうやって僕 の, その、はい、ちょっとしたピッチングでもないんですけどキャッチボールを見て、覚えてもらえてよかったですね僕は、はい。まあ、あとはさっき僕が言ったことを忘れないように後で思い返してメモに取るとか、はい、手首を立てることとか、まあ、間を作ることとかそういうことは意識した方がいいかもしれないですね、はい、日頃から、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。一応あの4月にあの登板しようかなって思ってまして、はい、まあ、それにあたって実はあの野球自体を怪我してから引退しようかなってずっと考えてたんですけども、はい、ずっとその中で彼女が支えてくれて、こうしたらいいんじゃないかとか野球やめない方がいいよって声かけてもらったん で、うん、で彼女の前で一回も試合したことなくて、うん、やっぱりそうやって言ってくれた彼女の前でやっぱり一番いい野球してる姿を見せたいなと今思ってるんで、それに向けてちょっと頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。そうですね、そんなすごいいい彼女さんなんなかなかいないと思うんですよ。そうですね、その結局一緒に遊びたいじゃないですか、はい、彼女だって彼女さんだってその中でその、自分の好きなことをに対して打ち込める環境を、まあ、作ってくれる彼女さんにすごく感謝、まず感謝しないといけないですね。そうですね、まあ、その中で、まあ、4月に投げる、はい、っていうことは、まあ、その自分の体をまずしっかり知らないといけないので、はい、まあ、それまでの段階で、あこれ無理そうだなとか、例えばちょっと肩が痛いけど無理しようかなっていうことは、まあ、今後も野球を続けていくなら良くはないかもしれないんですけど、はい、まあ、そのさっき僕がアドバイスしたことを、まあ、継続して続けていけば、まあ、怪我のリスクも減ると思うので、なんとか4月まで投げられるようになることを祈って応援してます、はい、ありがとうございます、はい。